予想で切っちゃいますベレットサンダーでは手に負えない。ベレットサンダーでは気が遠くなりますまりましたメカニック TV では、板金会の続きをやっていこうと思います。はい、はい。ね、まあ、前回は簡単にどの辺の進行が進んでるっていうのを大雑把に見ただけなので、はい、まあ、今回はもうちょっと丁寧に、サビの切除をして進行を止める、転換剤というようなものを、はい、塗布してサビの進行をそこで止めたいと。でその上に新たに鉄板を張って、成形していくっていう流れになります。わかりました、はい。じゃあまずは鉄板を張る下準備みたいな感じですね。はい、わ、はい、かりました。では早速作業に入っていきたいと思います。はい、ます。ます。ペーパー変えます。すぐにダメになっちゃうよ、やっぱ錆びが。あ、これはこうやっぱ錆びてるとペーパーの持ち悪くなるんですか。ペーパーはみんな八つ裂きにしてっちゃうんで見るんだよ、内壁にねいっぱい発泡剤が入ってるから後々邪魔なんで、燃えちゃったりするとめんどくさいから。なるべく取る、うん。なるべく取っちゃってください。のウレタンとの格闘が一番時間かかってますね。これもう本当嫌なんですけど。だいぶ取れたんでもね。だいぶ綺麗になりましたね、もう。うん。ちょっと、これで綺麗にすれば。長いノーズいいですね、これね。邪魔者いなくなったんじゃないですか、これ。これだけのウレタンが。あ、いなくなったね。ざっとまあこんな感じです。はい、エアソーで切っちゃいますベレットサンダーでは手に負えない。ベレットサンダーでは気が遠くなります結構穴が上の方まで開いちゃってるので、これベレットサンダーで切ってると時間が経っちゃうので、新しいちょっと工具 でエアソーと言います。これはストレートさんの製品で、ちょっとこれ使ってみて、思いっきりカットしていきます。ただあんまり取りすぎちゃうと今度物がついてた原型が分かんなくなってくるので、後で加工が大変になる、うん、こういう、まあ、ガイド的なものは残しておいて、こんな延長状に形があるっていうことを考えながらやらないと分かんなくなっちゃいますね。ちょっとまあ錆び取りのついでにちょっと形状がおかしいので、これだけちょっと直しちゃいます。ジャッキアップポイント、これ結構折れちゃってるので、これがねこんなんで戻っちゃうんじゃないかと。はいはい、すごい折れちゃってたんですね、はい、これが。はい、通常こんな門機で直せるようじゃダメなんですよ。潰れちゃいますよね、車の重さで。もうこれは腐食が進んでいて。そうですね、これはもうね、この腐食によって、ほぼ2枚合わせの鉄板が1枚になっちゃってるような感じですね。本来はここはジャッキをかけるために鉄板が2枚になって、うん、丈夫になってないとダメなんですが、はい、ここも結構鉄板が、これスポットで止まってる跡だけなんですよ。もうなくなっちゃってる、うん、なくなっちゃってるんで、本来は、ここ1枚2枚
アウターの3枚でここは合わさってるんですけど、もうほぼ1枚にこのアウター側とインナー側がなくなっちゃったっていうことですね。そうですね。で今回これ、まあ、1枚かろうじて裏に残っちゃってるやつが多分この合わせ面の中が錆びちゃってるので切除しちゃいたいと思います。はい、この次なる道具、これは刃だけスポットカッターって言いまして、普通のドリルじゃないんですね。ちょっと平らになってて、こういう合わせ面で車のボディにはスポットっていう溶接がされてるんですが、それを穴を開けることなく簡単に揉んで1枚を剥がすっていうことのできるドリルの刃です。サビの煙が出てきますね。合わせ面にサビが入ってる、うん、まあ大まかに切除しちゃうと合い口もこういう感じで見えます？錆びてます。錆びちゃってますよね。でこれをこういう状態でくっついててこのまま直しちゃうと、もう進行がこいつが根っこなんで、ここからまたどん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 錆が出てきちゃって、貼り合わせられてる状態だと転換剤が中まで入らない、効かないですね。効いて効く程度じゃないんです。もうこれ半分以上土になっちゃってるんで。でこの錆びた原因っていうのはこの合い口、ここに泥水とかそういうのが詰まっちゃって、でそれが雨が降った時にずっとぐじぐじ乾かないまんま放置されると、こういう状況が進行していっちゃう。こういう色が赤いもの、赤いオレンジ色のものが、これが赤サビ、はい、でこいつは進行が早いんですよ。広がりやすい。広がりやすい、要は、まあ、サビの中でも新しい新人の方、新人くん。でこれがその表面の赤サビを取り除くと、こういうドス黒いサビに変わってくるんですね、うん、これちょっと黒っぽくなってる、うん、ちょっと黒っぽいの。これつは進行が若干遅いんですよ。でこのキラキラ光ってるのは鉄板の地ですよね。磨いた、さっき磨いた、うん、で本当はこのギラギラの鉄板を全部これにしたいんだけど、まあ無理ですからね鉄板がなくなっちゃうそうするともう鉄板が錆を進行しないように、してやって、なおかつない部分は新しい鉄板を補充してやるっていう、でそれが一番多分いい方法だと思います。今回は、とりあえず、一般の人でも購入できる、まあ、ホルツさんのサビチェンジャースプレー、これをちょっと今回入手したので、はい、使ってみたい。これを使ってみましょう。で、これはちょっとまあ取説を見ると、赤サビをやはり黒サビに変換して、なおかつコーティングしてくれるっていうようなことを書いてあります。まあ詳しくはホームページとご覧いただいてで、これをちょっと本当はマスキングしてやるんですが、そんな必要もないかな。今回は一応塗装も今後する予定がありますので、うん、一旦このままで。あ、結構なんか匂いがきついね。こう、なんとも言えない。塗料ともちょっとまた違う匂いがしますね。で、こんな感じで、乾燥入れるのに約、これは、6時間。何が6時間でしたっけ？完全乾燥で6時間。ですからこのままちょっと放置して、はい、黒サビに変わるのを楽しみにしましょう。じゃあちょっともう片面ちょっとほじくってみますか。はい。でこちらはもうサクサクやってもらって大丈夫です。もうサクサクやっちゃいますよ。でもそっちよりかやっぱり
鉄板が明らかに生き残ってる部分が多いです、うん、なんか手慣れたものになってきましたよねウレタンの書き出しもこれは軽症です。下のダメだね。下の方が穴開いてます。下の方がやばい。1個出てきた。あ、でもほんと綺麗。こっちのはまあまあほんと綺麗だわ。奇跡に近いよし、左右でこんなに差があるとはねえ。ちょっとほじくってみますか。あ、もうすでに何か、すでに何かが取れてる。パテですねこれ。裏側のパテが。ルービーなくなっちゃいました。ここは何もなくなりましたね。この中みんな腐っちゃって、こんだけいってるんで中も多分この赤サビになってますねこれね。これは内外でまた処理しないと。まあ向こうにあっちの左側に関して言えばもっとひどいんで、こっちの方がまだ軽症な方。とりあえずこんな感じでまたこうサビ転換をやって落ち着いた状態で鉄板を貼り付けると作戦でいきましょう。はい、こちらで終了。今日は終了です、ね、今日は終了で、はい、はい、でちょっと映像には映ってないんですけど、右側にもサビ、そうですね、一緒に同じような施工をしました。入ったという状態です、はい、で次回は鉄板を用意して、そうですね、まあ型を大体起こして鉄板を貼れる準備までいければいいかな、そんな感じです。わかりました、はい、では本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。